ヤヒコ村警官史跡、秋野立校の死秋野立校は、1882年に、新潟県西神原郡ヤヒコ村に設立された、私立学校である。関山五左門、藤本亀樹の教律史学を教祖壁の論に賛同した、市島徳次郎、大橋一蔵、茂野七郎などが中心となり、1882年、ヤヒコ村に、秋野立校が開かれた。 修行年限は5か年、1、2年生で、国学、漢学、英学、数学を基本に、日本語学、歯科学、翻訳書、3年生以上はこれに法律が加わったと言われる。校舎は1883年の開校から、後に、旧、八彦神社陸上競技場が置かれた場所にあったが、その後1885年9月に、旧、八彦小学校の場所に移転した。 移転後の秋の利口は、敷地1604坪、2階建て6教室の校舎が2棟、公道、屋外運動場と寄宿舎を備えていた。寄宿舎では1室6から7人で、洋式ベッドが備わっていた。また、社官の下に炊事婦2名、小遣い2名がいた。1886年の記録で、教員数11人、生徒数203名である。 最も熱心な推進者であった大橋一蔵が北海道開拓事業に転身したことや、1892年に新潟市に県立新潟尋常中学が開設された影響で生徒数が減り、1896年に閉校に至った。公明、秋のりの由来は国会開設の見事のりの中のよろし、しくいまに及び、 んで、僕を名長にしてもって長や親民に講じすべし、の僕の、君と名長の、明から取ったと言われる。ありがとうございます。